一个目的反省，啊，就是要很好的一个，就是一个我是三零三零，我们就看来开展的很多努力。会談で安倍総理大臣は沖縄県の尖閣諸島沖合の東シナ海で中国当局などの船が領海侵入を繰り返していることについて極めて遺憾だ、東シナ海の安定なくして日中関係の安定はないと述べ、一方的に緊張をエスカレートさせる行動の自制を求めました。これに対し習主席は中国側には中国側の認識があるが両国が衝突を起こすことはあってはならないとして、海上や空での偶発的な衝突を避けるための連絡メカニズムを早期に運用できるよう協議を加速することで一致しました。さらに両首脳は東シナ海のガス田開発をめぐって2008年に日中両政府が共同開発することで合意したもの